始まりましたダンサートーク、ダンサーのママダンサー MC のさやねです。よろしくお願いします。本日の収録は大好きゲストトークでーす。毎日ゲストトークっていうのは、私がこの人と喋りたいなっていうダンサー様にですね、DM だったり LINE だったりをお送りして、ちょっとこういう後輩ダンサーやママダンサーのために、いろんな情報を話してくれないですかっていう形で、私がねオファーをしてインタビューさせてくださいって言って、いいよ出ても大丈夫やねって言って、こう許可をもらってね出ていただいてるんですけれども、今回初めてですねインスタグラムから DM が来まして、さみたいな、ママトークさ参加したいんだけどみたいな、なんと逆オファー、ゲストの方からダンサートークに出たんですっていう、ついにダンサートークも、私がね毎月営業頑張らなくてもゲストさんの方からチャンネルに出たいというオファーがありがたいことにいただいて、めっちゃ嬉しいみたいな。でね、しかもその DM くれたゲストさんっていうのがサムネタイトルにはあると思うんですけど、もう海外アーティストのバックダンサーをいろいろ経験してきた方が出てくれるということで、めっちゃ貴重なお話絶対聞けるやんと思って、もう本当に出ていただいていいんですかみたいな形で、ちょっとこうトン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 と打ち合わせして出ていただけることになりましたので、本日は、海外ダンサーを経験されたですね貴重なママダンサーさんを紹介していきたいと思います。このチャンネルではですね、ダンスに関わるゲストをお迎えしたダンサールーツという対談動画や、結婚出産後のダンス人生を悩んでいる方はママダンサーもたくさん出られているチャンネルになりますので、再生リストからママトークというのを選んでもらったら、先輩ダンサーさんがいろんなやり方をシェアしてくれているので、ぜひ参考にシェアハッピーしてもらえれば嬉しいなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルでございます。ぜひコメント、チャンネル登録、そしてグッドボタン、高評価でダンサーさんを応援していただけるととっても嬉しいです。はい、それでは早速ゲストの方を呼び込んでいきたいと思います。本日のゲストダンサーはこの方です。ニッキー・ミラージュ無理やわ。本日のゲストはここ夏子さんです。こんにちは、こんにちは、どうもここ夏子です。今回ズームつないでるんですけれども、なんとここさんはですねロサンゼルスに住まわれてます。こんにちは、ロサンゼルスからようこそ。こんにちは。はい、なので今回はズーム収録という形でダンサートーク撮っていきたいと思います。今ね日本は、11時半、お昼ぐらいなんですけれども、そちらは何時ぐらいなんですか？はい、こちらは夜の7時30分でございます。でね、ここさんママなんですけれども、ちょっと私は今隣の部屋に子供たちにね、とりあえず朝ごはんなのか昼ごはんなのかお腹いっぱい食べて隣の部屋に行ってくれって言って今収録を始めておりますが、ここさんもねママなので、ご家族の方今お家にいるのかな、大丈夫ですか？はい、いますけど、はい、お父さんが見ています。ダスちゃん、旦那のダスちゃんが今見てもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力いただいて、皆さんのご協力を本当にありがとうございます。お願いします。はい、オープニングでもちらっと言ったんですけど、まさかのなんか連絡いただいて出てくれるということで、すいません、私がさやちゃんのパワーにいつも助けられているのでぜひお話ししたいと思って本日参加させていただいています。すごい嬉しいです。なんでこんなねすごいダンサーの方と私がこうつながりがあるんですかっていうところですね、紹介していくとですね、私産後に、2年間渋谷のダンスワークスっていうダンススタジオに通ってたんですね。その時に、シゴさんっていうジャズファンクの先生に2年間習ってました。ですごい面白いね、美人でめっちゃでも喋ったら面白くてパッションあって、でも踊ったら超キレキレでキレのめっちゃかっこいいお父さんの志保さんなんですけど、その志保さんがコラボワークショップをしますっていう時によくねココさんと、あともう一人男性の方かな、あきんちゃんですよね、確かにされてて、でそこで初めましてしたんです。そうなんです、来ていただいたんです。本当にお知り合いということでやっぱり面白い方でやっぱりパッションも踊りパッションもあるし、でもキャラもだいぶぶっ飛んだハッピーなエネルギーをだいぶ出しているダンサーの方やなっていう印象がココさんで、そこから結構コラボワークショップがあったら志保さんココさんを受けに行ってたっていう形で。そうなんです、さやちゃんはいつもいつもクラスで
誰よりもパッションを飛ばしてくれて、私たち見て、もう指をさしてっていつもやってるんです。ゴーってやって、もう誰よりもフルアウトなんです。ジャズファンクなので、やっぱりこう私も世代的に、まあ、デスティニーズ・チャイルド、ビヨンセとか、うん、ジャネット・ジャクソンとかすごい大好きな世代で、で、まあ、志保さんも結構そういう私の好きな楽曲を使って踊ってくれるので、その時にもう志保さんがずっと恐縮ですけどビヨンセから取ってずっと私をビオちゃんって呼ぶっていう。だからビオちゃんなんですね。だからビオちゃんなんだ。ビオちゃんって呼ばれてるんですけど。あ、そっかそっか、ビオちゃんなんだ。そうなんです。なので、志保さんもね、私はいつかぜひダンサートーク出ていただきたいなとは思っ出るてとるん思でいすまけれすども、よ。きっと出ると思今い回、ますよ。ココさんはなんか DM いただいたんで、まさかどうしてというか、出たいって言ってくれたんですか？見てました。私はこのチャンネルを遠いロサンゼルスから見ていました。こうして。で、私はさやそちんゃん、な。そうなんです。クラスで知っているし、もうフルアウトダンサーでね、ママでもあって、一体どこからそのパワーは来るのかしら。ぜひお話ししたい。ということで、個人的にも、お話ししましょう。はい、メールしました。初めてのパターンだそうです。そうなんです。私、本当にこう、まあ、毎月というか、こう誰か出てくれへんかなと思って、こうどん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 オファーしていくんですけれども、ココさんもいつか出てほしかった方の一人ではあるんですけど、まさかね、まさかね。出ていただけるような方だとは、私もちょっとドキドキしながら、いいんだ、いいんだと思って、超嬉しいと思っ恐て。縮です。全然です。恐縮です。もう私はもうクラスでこうやってる中じゃないですか。こうやってる。ってね。もう一緒に踊った中じゃないですか。って思って、親近感を勝手に持っていたのかもしれませんね。勝手に持ってずっと見てました。もう喜んでと思って、ちょっと今回出ていただきましたので、じゃあ早速ですね、そんなココさんのダンサールーツを聞いていきたいと思います。よろしくお願いしよろしくお願いします。す。ココさんの出身地、生まれはどこになるんですか？生まれは東京都です。東京都。はい。がっつりじゃあ都会の方なんですね。でも、羽村市っていうちょっと西東京市の方で生まれたので、都内ではないんですけれども、新宿から1時間ぐらいかかる。まあ、出身地は小平市って言ってるんですけど、ダそンうスなんをで始す。めたきっかけは何だったんですか？は、近所のお母さんが昔エアロビやってて、で、友達とエアロビ教室あるけど行こうって言って、そのほら、モーニング娘。とかスピードとかムロちゃんの時代だったんですよ。で、そこでちょっと行ってみたら楽しくて、そこからハマっちゃって、今に至エアロりビまスす。タート。エアロビスタート。でもエアロビっていう名のなんかヒップホップみたいな感じ、こういう。で、中学生になって、都内の方にダンスレッスン行くようになって。中学生から都内の方に。なるはい、ほ小ど。学校6年生ぐらいですかね、そのエアロビ、弾ったのは。エアロビという名の多分、ダンス。明るそうな、楽しそうな、そういう雰囲気ですが、よそうね。そうですね、ダパンプさんのミュージックでやってました。フィーリああ、ング懐かしーって、悩める街で、これが始まりです。それは楽しい。はい、こっからちょっほど。とどん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 行き始めちゃった、はまっちゃったんです。中学校からダンススタジオもがっつりしたところに通い始めて、で、そはれって日本で何かこう舞台とかそういうステージに出るじゃなくて、海外に行くっていうふうになったのは、なんかどそうのなんタでイす。そミのングなんきっですかか？けをね、ちょっとさやちゃんとお話ししたかったのは、私は高校生に行き始めて、当時のジャズの先生が BDC に出身の方で、その BDC のことを話してくれたんですよ、日本の。BDC とは、BDC ってだから日本のじゃなくて、日ア本のメでリカにす。ある、日日本本のにであす。るブロードウェイダンスセンター。はい、ああ、で、はいそはい。こに外人の講師の方が来てくれるから、チャンスがあったら行ってみたらいいんじゃないかなっていうのを聞いて、あ、そんなところがあるんだって言って、ビクビクしながら、コンコンコンと BDC のドアを高校1年生ぐらいかな、で叩きました。出会うんではすい、ね。そこでじゃあ海外ダンサーに出会うんですね。そうなんです。そこで出会ったホゼさんとかアンドレさん、このアンドレさんが私を渡米きっかけの、この話してないですよね。さやちゃんと。でもさやちゃんのね、経歴に書いてあったんですよ。アンドレのショー出てますもんね。アンドレ、そうなんです。アンドレも大好きで、もう今はね、天国に行っそう、てしま今わはれたんです亡き、けれども、そうなんです。師匠が日アン本ドがレなん大です、好きな私。ね。
ダンサーさんで、ブリトニー・スピアーズのね、振り付けをすそうごなんでいす。されてたはい、ブリトニー方で、の。はい。日本が大好きでね、結構日本にそうワーなんクでショップす。しに来てくれてたんですよね。あ、そこでつながるんだ、知らなそうかっなんでた。す。そう、もうこの話はもう結構時間が経ってるんで、あんまり言わないと知らない、もう生粋のアンドレのレッスンを受けて BDC で、雷がそう走いったうんです。衝撃だったんです衝ね。撃だったんです。もでもそれだと、う、日うん。本でその海外の方のワークショップを受けてる日本人ダンサーなわけじゃないですか。そうですね。うんうん。ここからどういう流れで海外は行くんそですこからか？も高校行きながら、その放課後 BDC 行ってアンドレ、来たらアンドレ受けて、外人の先生受けたら受けて、ってやって、もう大学進学とかあるじゃないですか。の時に、もうアメリカ行くってなってます。アメリカ行く。大学には行行かずかに、ずそれも海に、外、海外行かずにもに行っ海外。て、アンドレから並びたい、習いたいって思っちゃって、もう進学をせずに、ロサンゼルスに留学希望で留学しに来ちゃった。追っかけて。なんでああ、す。高校卒業後もうすぐ海外に行くっていう順番はい。だったんですね。19ですね。行ったのわあ、が。すごはい。そうない。ん10で代す。だってみんな。そうなんです。10代なんです。そこはい。から、どう滞在していくというか、私は3ヶ月のビザを取らなくてもいいだけ行ったんですよ、アメリカは。おお。で、それ以上いるってなったら、やっぱりビザが必要になるじゃないですか、定そう住でしすていくね。のって。うんうんうん。そこからで、も、最初はね、ど学の生ぐビらいザ有で。利学生ビザになるんはい。だ。最初は学生ビザで5年いて、で、そっからいるうちに、やっぱその日本人の先輩ダンサーとかが、ワーキングビザを取り出したんですよ。ワーキングビザ。ワーキングビザというのがあって、そのビザを持ってると、働きながら滞在できると。なるでも、ほど。それが当時だとすっごい難しいって聞いてたんで、全然こう、取ろうかなとか思ったことないんですけど、後から来た同い年のダンサーたちが、取っていって仕事をし始めたんですよ。で、それを見て、あれ？私も取りたいかも。え？取れるかも。みたいな。やりたいかもってなって、トライして、取りました。ワーキングビ取りザまを。した。取りました。すごい。もうそこをね、でもどうやって取ったんですかみたいな話したら、すごいなんか別のそうですね。別動の画ト撮っピッちゃっクになっちゃうて、から こ別のれ動は画ち1ょっ本撮れちと、ゃうんで、またそうそれなはんでますた出よ。ていただくとして、はい。次回、それが聞きたい人はぜひ、そちらに。ワーキングビザが取れましたと。ということは、もうその、ね、がっつり働いていけるわけですね、そう。海そこ外からで。やっとスタートラインにっていう感じなんです。そ日本のみんなでもね、わかるような、まあ、う。ビッグな海外のアーティストさんのバックダンサーとしてお仕事していくと思うんですけれども、どのうん。うん。ようなアーティストさんのダンサーになれたとか、そのきっかけだったり教えてもらったりいいですか？もうね、すべてオーディションなんですよ。オーディション。はい。あとはもう振り付け師の方のピックアップとか紹介とかなんですけど、まあその時やっぱやっとスタート地に立ったんで、誰も知らないっていうか、自分が働けてることも誰も知らないので、もうオーディションに行きまくり、行きまくり。で、もう私すごい働きたかったんで、アメリカで。ビザが取れて、オーディションも楽しかったんですよ。もう若かったし。言ってたんですけど、落ちる落ちる、ほぼほぼ全部落ちてます。ロサンゼルスに住んでるダンサーというダンサーがみんな来るんですよ。だから200人、300人、400人とか、みんな来て。いっぱいね、いろんな方とお仕事したことあると思うんですけれども、数々のというか、その人たちもう海外ミュージックが好きな人からしたら、そ確かのに。人とパフォーマンスしたみたいな方がいっぱいいらっしゃるんですけれども、そうちょっでとす中でね。も、ちょっとニッキー・ミナージュ姉さんそうですね。の、ニッキー姉さん。本当にかっこいい女性ラッパーの方なんですけれども、そのうん、方とのお仕事はどういうきっかけだったんですか？これがですね、その時彼女が出した曲がチャンリーっていう音楽なんですけど、歌なんですけど、そこがちょっと多分アジア人のダンサー欲しいなって彼女が思ってたっぽくて、オープンコールっていうそのみんな受けられるオーディションを開催したんですよ。丸1日。ファースト1次審査、2次審査、3次審査ぐらいありました。3回あったね。その一日で。それをオーディションね、内容何だったんですか？オーディション内容はですね、1回目が振り付けいただいて、
それを審査員の前でやって、踊れてる人が残る。でそのままなんか踊れなかったりっていう人がそこら辺で半分ぐらいいなくなって、それで男の子もやってたんで、同時に男の子と女の子別々に、でも同じスタジオで同じ日にやってて、で男の子をやってる間にちょっと二次審査待っててって言われて、そこでまた 2,3 時間待つスタジオで待ちまして、それで二次審査また呼ばれて同じ振りをやると、ちょっとフリースタイルが入ったのかな、ちょっと記憶があれなんですけど、でまたそこで半分ぐらいざっと切られる、残れて、でまた男の子やってるんで一回お家に帰りました。私は 3,4 時間後に帰ってきてねって言われたので、ってことで一回お家に帰ってランチ食べて、で4時間後か3時間後ぐらいに第三次審査で戻るっていうやつをやって、その第三次審査がダンスじゃなかったんですよ。アクティング演技。え、何してって言われるんですか。ですね、ダッシュちゃん I'm talking working これで、ね、カットカット、ちょっとホーになっちゃう演技で、審査員の方がざーっと 5,6 人ぐらいいて、振付師、その演出家、ディレクターみたいな、それでその一応強いアジア人の選手たちみたいな感じのキャラクターを求めてたので、チャン・リーって多分ストリートファイターの戦う人みたいな。あー、なるほど、そのチュンリーなんですよ。チュンリーなんです、そう、チャン・リーってチュンリーなんですけど、そう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 、なるほどね、強いぞっていう演技をしてくださいとでそのスタジオの一番キワキワの方にみんなその最後残った7人か8人ぐらいだったんですよ。遠いところから一列に並んで審査員の方に歩いていく、威嚇しながらっていうやばいでしょ。いや笑ってくださいよ、もうこれは本当に私はオーディション史上に残る面白いエピソードっていうか、無茶振りオーディションと呼んでるんですけど、こうですね、こうみんなこう並んでるんですよ、こうそれで演技しないといけないんで、みんながウェイウェイ、あ強め、あ強め、めっちゃ強めっぽい、こういうことですこういうことをさせられまして、ちょっと今その場で言われたんですか、後ほど。その場ですね、その場でもうその怒ってるみんなの顔を見た審査員が、もうじゃあ決めますのでダンサーをって言って、最後にこう名前を呼んでくれて、こっちにいる人合格、こっちの人ごめんなさいみたいな感じでギリ入れました、こっちの合格の方にすごい、はい、あれはもう忘れないですね、だってダンスじゃないんだもん、振り付けないんだもんっていう、最終的に勝ち取ったのこの顔とこの、それでニキーネさんと一緒に踊ることになりました。もう嬉しかったですね、よかった通って頑張ったもんねみたいな感じでした。ニッキーって結構キャラが立ってるんで、うん、だいたいイメージはつくかなと思うんですけど、オーディションの時のそのみんなの服ってどんな感じで行ったんですか。うん、もうみんなバリバリです、なんかキラキラとかこうセクシーとかなんかこうラインが出る服を着て、もうステージレディというか、ステージに今すぐ立てるような格好でみんな来てました。多分それって海外アーティストさんのオーディションと日本のオーディションと結構違うとこですよね、うん、ファッションって。そうですね、違うとこですね。昔はねレッスン着とかもあったのかもしれないんですけど、やっぱりもう見てこの子がステージに立っている姿を想像できないとこう撮れないっていうので全部バッチリ、あとはそのヘッドショットって潜在写真があるんですけど、そことマッチしてないといけないっていう、その実物が化粧も衣装もみたいな、マッチ、まあ、衣装はマッチしなくてもいいけど、そのステージの顔がみたいな感じですね。合格して初リハ、うん、そのご本人に会えた時っていうのは気になるんですか。でもそれは最初ミュージックビデオの撮影だったので、ミュージックビデオの撮影の本番にご本人来ました。私たち多分12時ぐらいに入ってたんですよ、そのスタジオというか撮影の場所に。で彼女が来なくて、なかなか来なくて、で来たのが多分夜の12時過ぎぐらいで、12時間ぐらいも経過していて、でそこからまだ待って、で本番一応リハーサルとか一応その前にしてたんですけど、現場で本番の撮影が始まって、私たちが出るよって言った出番が朝の5時 AM でした。
はい、朝の5時 AM にフルアウトヒールで、でその衣装がギュッてなる体にピタッてくっつく、ピタッてくっつく、レイトックスっていうのかな、なんていうのかな、なんかゴムみたいな素材の、でもっていう強いゴムの素材の衣装 で頭をガチガチに固められて、で唇ラインストーンで全部埋められてたんですよ。その撮影場所が倉庫みたいなところだったんで、寒くて過酷で大変でしたが、もう本人と会ったことを覚えてないぐらい過酷すぎて、本人は、はい、登場してくれて、そうですね、それが最初の撮影でしたけど、本人やっぱりそのなんて言うんだろう、 みんなとこうわーっていうタイプではなくて、ちょっとプライベートで撮影のカメラ回ってる時だけ来るみたいな感じだったので、私たちはわーっていう感じではなく、撮影する時に行きましょう皆さんみたいな感じでした。クールな感じなんですね、はい、クールでしたね。そういうね、ビビ出られたりとか、ジャネット・ジャクソン、リル・マワ・マイヤちゃんとかも、本当にこうヒップホップ好きな人はもうすごいかっこいいっていう人たちとパフォーマンスしてきて、で今現在はハンナちゃんっていうね、ちらっと登場したかもしれないですけど、かわいい先ほど、お子さんのママでもあるということで、ハンナちゃん今3歳、はい、3歳です、ね、かわいらしい。そのハンナちゃんがやっぱ生まれてからっていうの、今ね、話していただいたお話っていうのは、お母さんにママになる前のエピソードだったと思うんですけれども、はい、今、はい、お子さんがね、3歳になっても、あれ、お子さんなんかカーニバルで振り付けしたり、出演したり、踊られてるなっていう印象も、SNS 拝見して踊ってるんだなって思ってるんですけども、はい、ね、お子さん生まれてからの男性の向き合い方、働き方に変化はありましたか？これだけちょっとダンサールーツ最後の質問でさせていただきたいなと思います。はい、変化がありまして、私子供が生まれてすっかりママになってしまいまして、ダンスは好きなんですけれども、やはり子育てを優先したいということで、時間ができたら、できたらという言い方よあれなんですけれども、できる時間とチャンスがあったら振り付けとかショーとか参加させていただいてやってるんですけれども、少しずつちょっとやっぱり育児中心の生活にもなっております。いいですね、はい、お子さんとの時間をしっかり大切にした、バランスでお仕事とやられてるっていうことですね。そうですね、ほぼほぼ育児9割、たまにのありがたいお仕事のような、91のような、はい、配合でやらせていただいておりますお子さん産む前はオーディションあったらわーみたいな感じでオーディション受けに行ってたとこから、うん、今やっぱりね、うん、こう子供との時間もすごいやっぱ幸せなね、貴重な時間じゃないですか。そうですね、特にちっちゃい時って皆さん先輩ママがねおっしゃっていたようにあっという間なんですよ。なのでやっぱりちょっと近くで成長を見たいなと思ったんです。私ダンスはほらやっぱり子供が大きくなって学校とか行き出して時間ができたら、ね、きっと、まあ、戻りたかったら戻れるだろうし、やりたかったらまたできると思っているし、そういう先輩ダンサーも見てきたので、私は今子育てやっております。ありがとうございます。というわけで、はい、今ねせっかくそういうお話も聞けたので、続きましてココさんにはママトーク編もやっぱり出ていただこうと思いますので、そちらの方もご覧いただけると嬉しいです。じゃあダンサールーツ編は以上となりますので、はい、ココさんダンサールーツ編の話ありがとうございました。ありがとうございました。